スティーブン・ミラー、スティーブン・ミラーは、アメリカ合衆国の政治顧問。第45代大統領ドナルド・トランプの大統領上級顧問、スピーチライターを務めた。以前は、アラバマ州選出の上院議員、ジェフ・セッションズの秘書をしていた。せの、スティーブンは綴りから、ステファンとかな表記されることもあるが、アメリカでの発音通りの表記は、スティーブンである。所属政党は、 共和党。妻は副大統領報道官のケイティ・ミラー。カリフォルニア州サンタモニカでユダヤ人家庭に育つ。両親は民主党員だったが、本人は保守系に傾く。サンタモニカ高校時代に保守系ラジオ放送に登場するようになった。ラジオ番組のゲストとして出演していた彼は自分の通うリベラルな高校についての批判を繰り広げた。 また地元の新聞にもポリティカルコレクトネスを重視する学校を批判する文章を寄せた。2007年、デューク大学から学士号を得て卒業した。主専攻は政治学であった。大学卒業後の7年間はトランプ政権の初代司法長官に指名されたジェフ・セッションズ上院議員の演説秘書を務めた。2016年アメリカ合衆国大統領選挙の 期間中は1日に3本の演説をスラスラと作成したため、各機械というニックネームをつけられた。ミラーが寄贈した忘れられた人たちに向けた私はあなたたちの恋になるという訴えはトランプが当選する原動力の一つにもなった。スティーブン・バノンは彼が加わってからというもの、トランプの演説には変化が起きた。発想がより力強くなり、 主張がよりはっきりとしていったと評価している。2017年1月20日、大統領に就任したドナルド・トランプによって政策担当上級顧問に任命された。アメリカファーストを宣言した大統領就任演説の起草者がミラーであった。トランプの主張をうまく走行で表現できる側近として信頼を得ているとされる。しかし、 政策経験がほとんどないミラーの起用は上院での7年間を知る者には衝撃であったという。また、中東やアフリカの7カ国からの入国を禁止した大統領令に関し、ミラーはバノンと共に関係官庁との十分な相談を行うことなく大統領令を起草したと報道された。関連する会見では移民政策をめぐって、 CNN の記者と激しく言い争う様子が注目を集めた。2020年にはマイク・ペンス副大統領の報道官を務めるケイティ・ウォルドマンと結婚した。ありがとうございます。